はい、9が出ましたんで、はい、やりましょう。はい、皆さん、おばんです。こちらチャンネル桜北海道です。本日キャスターを務めます門馬雄二です。そして、はい、同じくキャスターを務めます若狭良子です。よろしくお願いいたします。お願いします。札幌20度超えてるんでしょ。ね、今日暖かいと思うんですが、ちょっと夏っぽい格好で来てしまいました。僕も歩いてたら暖かかったですね。ね、空気が違う。ね、うん、階段がね、エレベーターがね、止まっててね。あと点検中だったんです、ね、エレベーターが。ずいぶん歩いた。ごめん、エレベーター乗った。ところでね、あの昨日ちょっとね、あの怖いニュースでしたけどもね、はい、あの朱鞠内湖北海道のね。はい。でね、熊のね、うん、人的被害があったようなのでね。釣り人がね、うん、どうも襲われたという話で、はいはい、あの胴長い、はい、そうですね、長靴の長いようなのを加えていたのを、そうですね、迎えに来た職員さんが見つけてるんですね、で、まあ、一部体の一部と思われるものが見つかったっていうような話でしたけどもね、はい、うん、まあね、この時期ね、北海道そういうことね、はい、あのまあ人的被害っていうのはね、どうしてもね、最近ね、うんうん、出ること多いですからね。そうですよ ね街中にいても危ないぐらいの時ありますからね。ありましたから ね実際に去年でしたっけ、あの一昨年でしたっけ、何年前でしたっけ、ね、岡田のところでね、僕の中にコロナ禍で、もう1年2年がもう分からないんですよ本当にね。でも本当に街中まで来ましたね、やっぱりこれ住むところがなくなってきたりとか、うん、あのまあ、食べ物がないとか、うん、風力のあれが煩わしいとかで降りてくるんですかね、うん、あとは夜撃てないっていうのはありますよね。撃てない、あの猟銃で、はい、ハンターが、はい、うん、なんでね、そういうのもいろいろあって、うん、なかなか鹿がまた増えてるから、それでね、あの餌も増えてはいるんでしょうけどもね、うん、それでもね、やっぱこの時期どうしてもね、なるほどね、はい、ありますから、はいはい、あの釣りその他行かれる方はね、どうぞ、はい、あの十分お気をつけていただきたいと思いますんで ね何かどこかで根本的な解決策っていうのを、うん、なんか模索していかないとダメかなとも思いますね。なんか鹿だけ取るとか熊だけ気をつけるとかじゃなくて、なんかあのこの間ね、桂木奈美さんが番組に、うん、あの出られたということを聞いて、はい、これから放送になりますね、はい、楽しみにしてるんですけれども、うん、その桂木奈美さんがかつてであのチャンネル桜の方で撮られていた番組で、はい、海幸山幸の歌でしょうかね、すっごくいい番組、私見たことが実はなかったんですけど、あのプロデューサーのバンジー横田さんに、はい、あの URL を教えていただいてちょっと拝見したんですけど、ジビエの放送があったんですけど、はいはいはい、すごくいい番組、こんないい放送桜撮ってるんだって、うん、なんか今更ながら思っちゃったんですけど、そういうのを見るとそのね、その生態系とか、そうですね、まあ、はい、その、まあ、ジビエっていう問題ありますから、ね、うん、例えば日本ではジビエって言いますけれども、うん、アフリカ行ったブッシュミートって言いますよね。あ、まあ、はい、はい、ね、まあ、ネズミとかそのね、いろいろありますよね、いますよね、うん、でまたそれもそれでまた問題があって、うん、人間が出会ってない病原体が人間の世界に広がってしまうっていうのもありますからね、うんうんうん、はい、まあ、一概にね、何がいいのかっていうのは分からないですけども、そうですね、でもなんか本当すごい極端な一部だけの取り組みじゃなくて、何かこう考えた方がいいのかなとは、はい、全体的なこと考えないとはなのかなと思いますけどね、はい、それこそが多様性なのかもしれません。そうですね、はい、本当ですね、はい、はいはい、というわけで、まあ、これちょっと今日の北海道という感じでしたけれども、はい、今日はですね、はい、あの特集、防衛省が参考にするDARPAということで、はいはい、ちょっと怖い話ですか。いや、怖くないですよ。怖くないですか。はい、もう門馬さんの特集って言ったら私怖いんじゃないかっていう感じがするので、そちらをお送りしたいと思います、はい、そしてこちらチャンネル桜北海道なんですが、皆様の温かいご支援で成り立っている放送局です。ぜひぜひ皆様 あのこの番組を継続してほしいという熱い思いで、番組制作させていただいております。で、私たちあの大企業とか組合とか宗教団体とかね、そういうところからは、ね、はい、うん、支援一切あのいただいていないんですけれども、すごく賢い方法だなって私は思うんですよね、はい、もうやっぱりそういうところからの支援があると、まあなんかいろいろ忖度したりとかね。そうなんですよね、うん、ただあのね、やっぱり僕たちこの番組やっていく上でも、うん、あのまあ個別の人たちの思想とかそういったものよりも、はいはい、まあ国の未来のことを考えてとかね、うん、はい、そういった情報でというのが主になってきますので、そうですね、その辺ね、はい、こうしてほしい、ああしてほしいって意見たくさんあるとは思いますけども、うんうんうん、その辺はね、ちょっとあの、ね、番組制作の上で
少し、はい、ね、はい、その通りになるかどうか分かりませんけどもね、はい、まあ、曜日によってもキャスターによってもいろんな色があって、はい、なんか皆さんのお好みとかいろいろあると思うんですけれども、はい、でも本当に私たち一人一人もう北海道すごく大好きで、日本が大切で、で他のメディアでお届けしていない情報を本当に探してお届けするっていうことを本当に根底に、このもう愛を根底にしてますので、はい、ぜひ応援していただけたらと思います。100人委員会も大歓迎ですし、単発のご支援も本当に大歓迎です。そしてこれまでご支援してくださってる皆様もありがとうございます。そ、ね、チャンネル登録が欲しい。そうですね、はい、ぜひ番組いいねと、うん、あとチャンネル登録をしてくださる方を増やしたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしま す。それでは続いての特集、はい、楽しみに。はい、特集ですけどもね、うん、防衛省が防衛省のが参考にするダーパってことなんです。ダーパ聞いたことなくて、はい、うん、これについて取り上げてみようと思うんですけども、はい、聞いたことはないということですね。でまずダーパっていうのが、うん、アメリカの政府組織ですよね。でアメリカの国防総省内、はい、まあ、国防総省本庁はペンタゴンですよね。あ、そうですね、うん、この研究機関の開発部門かな、うん、の中にある高等研究計画局ですけどもね、はい、はい、これね確かね1957年に設立されてるんですけども、うん、この時何があったかっていうと、ソ連のスプートニクの打ち上げがあったんで、はいはいはい、人工衛星、そうそう、うん、これにまあちょっとまずいぞということで、研究機関作んなきゃならない、追いつくために、うん、なんか意外に進んでる、うん、ソ連がね、はいはい、アメリカの方がちょっと遅れてたんですけど当時はね、うんうん、で国防省が所管する研究開発投資機関ですけどもね、はい、でまあ、ハイリスクハイリターンの研究開発に特化する独自の運営方式によって、うん、画期的なイノベーション、これを生み出すには大きなリスクを受け入れる必要があるっていうことから、うん、失敗を許容する、失敗も許容して積極的にリスク取ることを重視している機関ですよね、うん、はい、例えば今までで言うと GPS 作ってきたものね、はい、衛星測位システムですね、はい、これ作ったのもダーパですね、あとはインターネットですとかね、はい、この画期的技術を生み出してきたインターネットなんていうのが初めてつながったのっていつかっていうと、うん、興味あります？ある、いつぐらい、いつ初めてつながったかって、その後っていうことですよね。1950年の後ですよね、はいはい、作られたのが、ダーパ自体が作られたのが1957年、うん、スプートニクに対抗すると、はい、そういうことですけど、ね、わー、じゃあ1965年とか近いですね。69年、ほー、1969年の確か10月だったと思いますけどね、アメリカ国内でインターネットが初めてつながったのがね、はい、ですから我々が使ってるのはもう30年後の技術っていうことになります。もちろんそれは今のインターネットとは違いますよ、もっと。そうですね、うん、まだ電話回線とか、そう、はい、そうですね、はい、懐かしいですね、ガーガーピーピー言う音が。そうですね、まあ、これで、まあ、その頃っていうのは、まあ、前身がダーパの前身っていうのがアルパって言われてる、アルパ D を取ったアルパなんですけども、ね、なんか可愛いですね、はい、ですからその頃はインターネットっていうよりもアルパネットって言われてましたけども、ね、うん、アルパネット、はい、へえ。で、はっきり言うと、うん、軍事使用のための新技術の開発と あと研究を行うアメリカ国防総省の機関というか、うん、まあそりゃそうでしょうね、はい、でどんなことやってるのって言ったら量子力学、量子とか、うん、量子コンピューターとかですよね、はい、あと AI、うん、バイオテクノロジーとか医療、あと電磁波、あとロボテ
ロボティクス、ロボット技術ですね、全部今、まあ、引き継いでやってることですね。今やってるドローンなど、航空宇宙技術、ステルス、情報セキュリティ、通信技術もいっぱいあります。順調に全部、はいはい、ありとあらゆるアメリカの、まあ、軍事技術開発とか研究のための投資を行ったり、企業や大学などとの、提携を行ってます、はい、もちろんこれはもう詳しい内容ってなると、うん、一部はもう軍事機密の宝庫ですからね、うん、独立機関なんですけどもね、はい、逆にそういういっぱい聞いたことのある技術じゃなくて大失敗した技術いっぱいありますね。あるんだ、はい、超能力の技術とかね、遠隔でテレパシー飛ばすとかね、それだけど昔東芝もやってたんですよ。え、本当ですか。やつでした。うわー、興味ある、うん、まあまあ、興味あるけどね、うん、携帯電話持ってたら意味ないですけどね。そうですね、うん、確かにこっちの方が便利ですけど、はい、本当ですね、はい、で現在進行形の研究だけなんで、でもざっと調べてみたんですけども、うんうん、1200ぐらいあるんで、はあ、すごい、うん、もう全部見るのめんどくさくなったんでやりましたけども、はい、元ガンガン取れまくってますね。なんかまあそうですね、うん、でまあ提携してるところっていうのもすごいところが多くて、うんうん、まあしてるししてきた大企業とかね、はい、そういうのありますけどもね、うんうん、マサチューセッツ工科大学とかね、はい、スタンフォード大学、カリフォルニア大学のバークレー校、そうそうたる、はい、カーネギーメロン大学だって、メロン財閥のね、最初は、メロン財閥ってのはアメリカ三大財閥の一つって言われてたけど、うん、あとハーバードとか、うん、ジョージア、うん、バージニア工科大、うんうん、これらの大学っていうのは DARPA の研究プロジェクトに参加し、ロボティスクとか人工知能とか、うん、通信技術とか、うん、あとサイバー、サイバー強いですけども、うん、やってますけども、サイバーセキュリティなどの分野で先端的な研究と開発をやっているところですけども、また企業なんかではレイセオンね、ロッキード・マーティン、ボーイング、はい、ノースロップ・ラマン、はい、あとバロアルト・ネットワークス、グーグル、アマゾン、マイクロソフト、 IBM、インテルなどなどですけどね、これらの企業は DARPA の研究プログラムに参加し、先進的な技術の開発や革新に貢献してますけどもね、うん、提携企業っていうのは DARPA のプロジェクトにおいて技術的な専門知識とか資源、これを、まあ、アメリカ側に提供しているってことですけども、うんうん、まあ、共同研究とか契約なんかも行ってますから。ああ、そうなんですね。うん、だから例えばレイセオンなんて知ってます、うん、レイセオンって世界一のミサイル、あ、世界一のミサイル開発してるの企業、はい、軍事企業ですから、アメリカの、はい、だ日本政府とも防衛省とも長いつながりあります。そうなんですね、はいはい、ただレイセオンって有名だったのは最近ではロシアのウクライナ侵攻の時に、うん、アメリカ側が渡した地対地か持って簡単に扱える戦車を壊す、うんうん、やつ、ランチャーみたいなやつ、はい、あれレイセオン社製ですけどね、で有名、ミサイルって言ったら大体レイセオンが一番、そうなんですね。そうなんだ、はい、ミサイルといったらレイセオンみたいなところはありますけどね、初めて知ってしまったけれども、ああそうなんですね、うん、でその中に面白いのもあって、まあ、ロボティクスなんかの関連で言ったらボストンダイナミクス社のロボットなんていうのはありますけれども、ね、ちょっと画像も出ると思いますけれどもね、うんうん、まあ、見た方もことあるっていう人もいるかもしれないですけども、ちょっと出してもらってもいいです、こんなのね、わー、あ、かわいい、アトラス、すごい、はい、パルクールができるロボット、そうです、はい、で、まあ、もちろんこれ画期的で面白いんですけども、うん、もちろんもっと軍事用ですからね、もともとがね、はい、軍事用か、そうですね、大体が物を拾うだけでもなくて、うん、物を投げたりね、うんうん、移動したりね、ちょっと愛嬌があるところもあったりしてね、なるほどね、まあ、ちょっと動きがね、はい、本当こんなものもやってますね、すごい、はい、友達になりたい、いや本当ですよね、うん、日本ってヨーロッパなんかと比べて AI とかに対してあんまりおっかないって感じないっていうのは、もともと漫画やアニメでそういうのに慣れ染んでる、ドラえもんとかなんていう人もいますけど、アトムとかね、はい、なるほどね、うんうんうん、でもこういったものもボストンダイナミクス社が作ってるんですけども、はい、DARPAと提携してる企業ですけどね、へ、はい、でさらに今年に入ってからは、はい、NASA と共同で核熱ロケットエンジンっていう、核を使ったロケットエンジン、核の熱ロケットエンジン、はいはい、の技術開発も始めてますしね、これはもちろん有人の火星探査、これを想定してですけど、ね、あ、なるほど、人乗せて、うんうんうん、ただこれだけいろいろあると、もちろん都市伝説なんだみたいなこともささやかれたりね、陰謀論みたいなもんね、うん、うん、ウクライナ戦争の黒幕はアメリカ政府とかね、回転ドアが噂されたりするなんて、うん、回転ドアっていうのは例えば今のバイデン大統領の側近の人たちって言ったら、もともとがオバマ大統領の
側近の人たち、うん、でオバマ大統領の時代が終わって、あ、まあ、トランプさんだったんですけど、その時にあの、まあ、政府から離れてどこ行くかっていうと大体軍事産業が多くて、はい、でまたあのバイデンさんになったら軍事産業の人が顧問の人たちが戻ってき て、ま、てうん、ただ国の予算を動かせる立場になりますからね、いろんな組織を使って、うんうん、ですからであのバイデン政権が終わった後もお金持ちになるし、また次の政権が、まあね、自分たちに近い政権が始まったらまた政府に来て、うん、まあ、いろんな予算をっていう噂がね、それを、ね、うん、それが、まあ、アメリカで言われる回転ドアって話される、まあ、一部の人たちが潤ったとして、うん、まあ、本当に国全体がすごく、ね、あの安全になったり潤えば、うん、まあ、それもでもいいのかなとは思いますけど、うん、大体そういう時代って戦争起きますからね。あ、そうか。はい、ちなみに DARPA の予算っていうのは年々上がってるんですけども、現在では約40億ドルだから6000億円ほどとなっているんですかね、一応、うん、もっとあるような気がしますけれども、はい、うん、では DARPA の膨大な数がある研究の中で、うん、ちょっとあの一部ですけども気になったものをちょっと紹介しますかっていうことなんですけども、はいはいはい、まず BRACE プログラムっていうのがあるんですけども、これはまあ老朽化したコンクリート、はい、建造物ですね、うん、これを生物由来ので修復しようっていうこと、で既存のコンクリートに自己修復機能を組み込むっていうことですね、はい、なんかそうですか、そういう研究プログラムですね。で国防総省の構造物とか、あと飛行場 の、はい、あの舗装ありますよね、そういうのの耐用年数を伸ばすことを、これを目的にしてるんですけど、なんかダメだ、どうしてもなんかアニメとか漫画で考えちゃうけど、ラピュタの一部みたいな。まあまあまあ、そうですね、まあ、多細胞生物とか生態系の修復をサポートする、あ、まあ、血管とかそういうものに、血管系とかね、うん、そういうものにヒントを得て、まあ、生物にインスピレーションを得たアプローチですよね、はい、プロジェクト今、まあ、研究している真っ最中、そうですね、1200ある中の、うん、はい、これ成功したらすごいことですね。そうですね、劣化したコンクリートの奥深くに統合して、うん、まあ、継続的な損傷の修復を勝手にしてもらうってこと、新しいコンクリートと組み合わせてももちろん使えるっていうね、耐久性を高めていくっていう、はい、なんか形状記憶の中でメガネを燃やしちゃった、それ生物由来からね、インスピレーションを得てやってる。あと、うん、コーヌコピアなんていうのもありますね、コーヌコピアなんていうのもあるんですけども、これは水とか空気とか電気、うん、ね、どこにでも まあ、ある程度あるんですけども、はいはい、これを原料としてあの補充を最小限か または全く行わずに、うん、あの食べ物作っちゃう、食欲をそそる微生物由来の食品を展開可能なオンデマンドで生産できるようにするっていうことを目的に。ドラえもんだ、すごい、うん、これもやっぱり微生物由来の食品をさまざまな風味とか形式とか栄養成分に合わせて調節できるっていうね、すごいですね、はい、そういったプログラムも行っていますし、真面目にやってるってことですよね、研究してますよね、はい、あとドラコプログラムっていうのもありますね、うん、これ軌道上でさっき言ったロケットですね、はいはいはい、あの核熱ロケットを実証することですけれども、うん、まあ、原子炉を使用して推進剤の極度の温度まで、あの加熱してですね、うん、その後高温の推進剤をノズルから排出して水力を生成するっていうものなんですけども、まあ言ってもちょっと分かんないと思いますけども、うん、僕も話してもよく分かんなかったんで、これは従来 の、 あの宇宙推進技術と比較して、うん、このエンジンっていうのは、まあ、電気推進、うん、例えばあの日本で行ったあのあれありますよね、衛星に行ってっていう、うん、石取ってきたじゃないですか。どうするしょ、どうするしょだよ。はやぶさ、はやぶさ、はやぶさ。うんうん。あいの電気、あの電気推進、イオンエンジンとかそういうのでしたけれども、はいはい、この約1万倍の高い水力重力比、1万倍ですね。うんうん、で、あの宇宙科学推進のあのまあ普通のまあ燃料の推進の2から5倍のまあ非水力。はい。1キログラムのあの材料を使って1キログラム重の水力を出し続ける秒数ですよね、だから2から5倍だから、うん、通常600秒だからそれの5倍ぐらいずっと噴射できるって、それは核の熱を使ってるから可能だよっていうことは、はいはい、でも核の熱に耐えうるじゃあなんかね、素材とかもちろんですね、ってことですよね、はい、すごいですね、すごいですよ、全部は分かるわけないですよね、だって国家機密みたいなものもいっぱいありますから、す、ね、いや本当安全にあのね運用できるんだったら、はい、まあ、軍事って考えるとあれだけれども、いや軍事です軍事なんだけど、はい、すごくね便利なというかね、いいことに、まあそれが降りてきて僕らじゃ使ってるんですけど、ね、今はそうですね、はい、そうか、はい、でもまず軍事なんだ、やっぱりそうなんですね、考えると微妙なんですけどね、はい、あとエンビジョンっていうプログラムですね、うん、これはあのメガネ型の強化されたナイトビジョン、はい、
だからナイトビジョンって軍事で使うのとかあるじゃないですか、うん、あれのメガネがもうこんなもの、あ、はい、もう全然ゴーグルみたいじゃなくて、はい、簡単なメガネみたいな、はい、すごい。でも、まあ、NV ですから現在の安心システム、これは大きくて重いために着用者には首に負担かかりますよね、結構ね、はいはい、兵士の首にも負担がかかると、うんうんうん、で一般にまあ、近赤外線のスペクトルアクセスが制限されているんで、光学変換を必要としない周囲の赤外線を可視化に直接アップコンバートするだけでさらに革新的な NV システムにつながる可能性があるって、どういうことかっていうと、どういうこと？ちなみに言うと、ほら、うん、それで見たら、うん、なんか緑色ののが動いてるとかそういう感じじゃないですか、うん、なんか動い、熱感知とかそういう感じで、映画とかで見たことある、はい、そうじゃなくて、もうはっきり昼間見てる、うん、見えちゃうってやつね、すごい、はい、なんかよくね、まあそういうスパイ映画、はいはい、赤外線の出てるとかがはっきり分かるとか、はいはい、それが昼間見てるみたいな、変わらないように、ね、すごいですね、眼鏡それだけで見えると、すごいサバゲーがさらに楽しく、いや本当ですねでまだまだあるんですけども、例えば目に見えないヘッドライト、うん、目に見えないヘッドライト、乗ってる人は見えてるんだけども、外側からヘッドライトの光が見えないってことね。そんな夢の、やっぱり次元で移動してるのが分かんないから狙撃者には捕まらないですよね、分かんないです、夜ね、あるそんなことを研究してるそうです。すごいですね。あと高高度から自然落下しても壊れない、まあ、イモムシのような昆虫型ロボット、はあ、うん、何するんだろうその昆虫型ロボ。ああ、監視ですよね、例えばね。まあ一部噂では蚊のようなものもって言われてますし、うん、あと僕も見たことあるけども、まあ、生ではないですけど映像で見たことあるんですけども、ゴキブリ、うん、ゴキブリの脳にゴキブリにチップつけて脳とアクセスして、もうコントロールできるんですよね。本物のゴキブリ、本物のゴキブリ。右蹴ってたら右行くし、左蹴ってたら左、戻ってこいしたら戻ってくるしっていう。生きた、生きてるもん、ラジコンみたいな。そうそう、そういうこともありますしね。本当にドラえもんだ、はい、でもちろん人間の脳と AI の融合とかね、あと電気ショックを用いた脳の活性化っていうのもね、うん、集中力上げたりね思いつく、ついたとして思いつくのもすごいけど、はい、それを実際に研究しちゃってるっていうのがすごいですね、はい、もちろんいろんなそこだけでやってるわけではなくて、うん、そこがこうそういう技術を作ってもらってる、まあ、いろんな会社や大学と研究機関と一緒になって、うんうん、オールアメリカじゃないけどもそういう感じでやってるっていうことなんですけども、はい、なんか日本人の方が得意そうな気がするんだけどな、うん、だからこの話聞いたらもう本当に SF のような研究たくさんなされてますけど、はいはい、ずっとサイエンスフィクションと思ってました、はい、また噂レベルで言われてるのがローレライとかアトラスなん、アトラスっていうかね、まあ、さっきのロボットのアトラスじゃなくて違うアトラスなんてプログラムもあってね、はい、プログラム、会社じゃなくてもうできてるよっていうのもあるらしいみたいな話、噂ももう都市伝説ですよ、もうそうなってくると、うんうん、だからもうもちろんUFO みたいなものね、うん、UAP とか USP の現象に関わる研究とかね、うん、もちろんそういう技術研究ですよね、そういったものこういう動きができるっていうことはみたいな話ですけど、あとまあロバート・ビゲローの話なんかも出てきますけどね、スキンウォーカー牧場なんてのもありますけどもね、うん、あーはい、ちょっとオカルトティックなもの、はい、したことありますね、うん、はい、まあ、ここまでいくとさすがに都市伝説になっちゃいますけれども、うんうん、そして周辺国のこれらっていうのは例えば日本の場合には周辺国の軍事的脅威によって大幅な防衛費の増額となっています、うん、今はね、今はね、うん、防衛省は防衛力の強化へ、まあ、戦闘方法を変えるような革新的な民生技術を装備品に取り込むっていう仕組みを作る方針ということで打ち出しているんですけども、はい、そのための新たな研究機関の立ち上げを検討している今ね、うん、もう予算もだいぶ新たな研究機関で、それをどうするかっていう時に参考としているのがまさにこのアメリカの高等研究開発局 DARPA なんですけども、はい、ああそうなんですね、はい、ここで日本につながってくるんですけどもね、はい、先ほど日本人の方が得意じゃないかなって言いましたけども、ね、まあ、今はもう全然ね、はい、で早ければ2024年度来年ですねの設立を目指す方針ですけどね、まず人工知能 AI とかあと量子無人機などの先端技術の開発とか研究ですね、はい、これを支援していくっていうことですけどもね、うんうんうん、でこれらは、まあ、昨年度からの例えばロシアとウクライナのロシアによるウクライナの侵攻ありましたよね、これで新たな戦闘の領域、例えばドローンとかサイバーとか情報工作とか、うんうん、そういったものがなので優位性を保つ重要性っていうのがこう改めて確認されてきてますから、うんうん、今は、はい、はい、また独裁政権によって例えば中国の軍民融合とかによりですね、先端技術の軍事利用がもう容易な国、うん、
っていうのもあるわけですよ、うんうん、民生と一緒にできる簡単にって、うんうん、で、あの競争、その技術競争から取り残されないためにもね、うん、あの防衛能力維持のためにもう日本も民生の先端技術、これをもう早急に取り入れ生かしていく必要があるっていう判断だと思われますけどもね、はい、そうですね、はい、もう本当に周りの国のことを考えると、うん、この周辺国ね、はい、ほんと必要だと思いますよね、はい、そして、うん、日本は今まではですがですけどね、ですが日本では今までは大学などの、あの軍民両用、まあ、デアラユースっていうのかな、うん、あのそういったものっていうのはそういう技術の開発、まあ、例えば大学とあの防衛省がとかっていうのを嫌がる機関がありますよね、うんうん、学術なんとかみたいなところがありますよね、はいはいはい、敬遠する傾向が、まあ、あったんですが、はい、まあ、近年の周辺諸国の状況とか、うん、まあ、インターネットなどによる情報の変化、はいはい、情報量の変化からですけどもね、うんうん、あの若者を中心に防衛に対する考え方、これが変化してきているのも事実ですから、うんうんうん、はい、予算がつけば優秀な技術研究者の数もこれ増えていく可能性も高いということ、うんうんうん、人がね、優秀な人たちがどんどん参加してくれるかもしれないし、そうですよね、うん、で実際に防衛分野ではあの基礎研究の成果をもう発掘してですね、装備品の開発にどう活用するかを探るですね、はい、あの橋渡し研究っていうのもされていて、これは23年度予算の概算要求で214億円、はい、これを計上しているんですけども、ちなみに去年の場合は9億円だったんです、それが、はいはい、大幅に去年の9億円から今210億円になってるっていうことですね、うん、増額になってる、すごい増額のあれですね、はい、幅が、うん、でどういうのをやってるかって言ったら、うん、水中での光無線ね、なんていうのもやってる、光通信、あ、そうですか、無線による光無線による通信技術、お、うん、これはもうあの安全保障技術研究推進制度であの研究に着手していますし、うんうんうん、あのこれは音波でやり取りするよりもあの大容量のやり取りができますから、光のものは、はい、水中で、はい、複数の水中無人機機関なので通信をやり合うとかね、取り合うとか、そういうのはもう日本もすごいな、なんかもう人間ってすごいですね、すごいですね、でも何にも一切思いつかないですけど、うん、それを実際やってしまえる、でもそれだけ安全保障必要なんですよね今ね、うん、言ってしまえばね、そうですね、もうそうですよね、うん、いや本当あの反対するのやめて、うん、本当大事だからなんですけども、うん、なんですけども、ただしアメリカとの軍事的連携とか、それを生かした国内での、 あの高等研究の障壁になってくるものがあるっていうことね、はいはい、もちろんスパイですよね、あ、はい、うん、無論日本はあのスパイ天国ですから、現在ね、何なんだろう、うん、早く作ってほしいんだけど、スパイ防止を、うん、それで、うん、またここで大事になってくるのが、はいはい、国家機密法の制度、はい、これの導入ですよね、セキュリティクリアランス、高市さんやってますよね、はいはいはい、そうですね、はい、国家機密を扱う資格者を国が承認する、うん、認証するか、うん、セキュリティクリアランス、はい、SC ですね、これの法制化を今やってますけども、うん、これにつながってくるんですが、うん、大変残念なことに、まあ、時代遅れになってしまってる親中マスコミですとか、親中派のね、うん、あの自民党議員とかは現在もう高市おろし、高市潰しにね、うん、躍起になってる状況ですけどもね、うんうん、まあ一応言っときますけども、僕は高市さん信者ではありませんけどもね、はい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 、でも大事なものは大事だと、そうですね、うん、そういうことなんです、ね、こういうことになってくるのかねっていう、骨抜きにしちゃうにはそういうところを潰してきゃいいのかねみたいなところもあるんですけども、なんかそういうのを考えると、うん、国民が賢くなるしかないのかなっていう感じはしますよね、そうだと思いますけども、今何やってるんだろうってことを知らないとダメなんだけど、そうですよね、なかなかそれを知らせようとはしないですよ、メディアには出てこないんで、ですよね、はい、ということで、まあ、僕にしては珍しくちょこっとだけ、まあ、番組内であの、うん、政治、日本の政治にも触れちゃったんですけども、今回ね、はいはい、そうです、珍しいですね、はい、うんうん、でもまあ話の流れ的にね、うん、ああ高市潰しってそういうことにもつながってるのかもしれないんだなって思っていただけたら、まあ、幸いですということでね、なるほどなるほど、はい、まあ、その辺の政治の話とかね、川田さんや小野寺さんにお任せしてるんで、まあ、もうお願いしておいて、はい、でもそうやってね、意味が分かってくると、高市潰しに加担するような人は、うん、片っ端からその国民がね、今度次の選挙で絶対選ばないとかって、まあ、そういうことになってくるんですけども、はい、なかなかね、そうなんだけど、昨日の LGBT の話もそうですけど、そうですよね、あの長尾さんとね、うん、小野寺さんのもう言ってましたけどもね、何ですか、ね、本当、うん、日本は素晴らしい国のはずなのに、まあ、一体全体見てくださいね、ご覧になってない方、うん、そうですね、はい、まあコラボ問題とかね、そういうのもありますしね最近のほら高知で起きてるね NPO の問題とかもありますから、まあ、ここの場では話せませんけど、100年記念塔の話一つだってそうですよね、うん、そうですね、本当に、う
拉致の問題だって全部全部そうなんですよね、まあ、太陽光とかも全部そうそうなんですけどね、はい、すいません、うん、でまあ、今回はね、うん、まあ、そういうことでちょっとダーパをモデルにして特集させてもらいましたけども、はいはいはい、この話ってもしかしたら半年とかね今年の暮れぐらいにね、うん、あの話題になってくるかもしれないんで、ちょっと頭の片隅に置いておいていただければと思いまして、はい、特集させていただきました。分かりました、はい、1個だけ、はい、ダーパでもそのね、日本が うん、これから連携してというか、はい、技術とか知識とかをいただく立場になるんですか。いや、日本の得意な部分もいっぱいありますからね、はい、うん、連携を取るっていうことですか。でしょう、軍事的な連携のためのものだと思います。そうですか。でダーパみたいな投資するそういう民生 の、うん、あの技術に対してお金を落として、うん、お金を落としてたらおかしいかな、うんうん、マットに投資するようなね、はいはい、うん、まあ、そこでその機関がまた天下りになってしまうと困るんですけども、うんうん、まあ、でもうまく外交していってねっていうことですよね。こっちがもう平行する必要はない。あ、例えばね、日本で言ったら例えばそうだね、地震多いじゃないですか、うん、はい、あれを察知するためのケーブルって太平洋中心にいっぱい広がってるの知ってます？察知するための、はい、でも海の海面に、まあ、500円玉落ちたのでも振動分かるっていうぐらいの技術なんですけど、ね、それが潜水艦の、うん、まあ、軍事機密なんですけど、はいはい、にもなるんですけど、潜水艦の、ね、あの移動が一発で分かっちゃうんで、そういうのを例えば日本がもうそういうネットワークを構築してるんで、うんうんうん、それはもうアメリカの技術として、そして情報として必要だっていうのもありますしね、はいはい、そういう、まあ、連携、具体的に一つ例を挙げるとするならばみたいな話ですけど、ね、うんうんうん、なるほどね、そうなんですね。で、何でもかんでも日本が頭下げてるってわけではないですよ。そうなんですよね、はい、なんかあの毅然とした態度で、そうですね、うん、強く出るところは出てっていうふうにしてほしいなと思いますので、うんうん、まあ、その辺は、ね、政治家の人がやってもらわないと困るんですけども、そうなんですよね、はい、ということで本日は特集させていただきました、はいはい、ありがとうございました。はい、ということでお知らせ、はい、盛りだくさんなのでお伝えさせていただきます、はい、まずは5月20日土曜日です、はい、午後2時から4時まで国盛州北海道の街頭演説があります。この日ですね、凱旋2回行うんですよ。あ、この日と翌日に、うん、国盛州北海道の凱旋があります。まず20日土曜日なんですが、いつものように2時から4時まで紀伊国屋書店前で、街頭演説が開催行われます。そして翌日5月21日日曜日なんですが、午後1時からなんとのっぽろの100年記念塔の駐車場で、凱旋活動を行っていただけるということで、こちら澤田栄一さんと、そして国盛州北海道の皆様がいらっしゃいます。国盛州じゃなくてもこの街頭演説って参加ができるんだそうなんですよね、うん、なんか例えば拡声器とか民族差別的なものとか、あと旗類のものを持ち込まずに、ぜひこの訴えたいことがあるっていう方は足を運んでいただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。そしてですね、本当に何とかしたい拉致問題なんですけれども、はいはいはい、前回もお伝えしましたが、上映会を開催いたします、うん、映画恵みへの誓い上映会ということで、はい、少しずつ申し込みがあるんですけれども、まだまだ驚くぐらい空きがございますので、ぜひ皆さんにご参加いただきたいというふうに思います、はい、午後2時受付、そして午後2時半から、まあ、大体4時半っていうふうにチラシにも書いてあるんですが、ちょっとオーバーするかもしれません。余裕を持って参加していただきたいなと思うんですけれども、映画恵みへの誓い、これもぜひぜひ見ていただきたく思います。拉致に関する何かいろいろな情報というか知識というのがこの映画を見ると本当によくわかるというのと、映画を見ると動きたいという気持ちになります、うん、なんか、うん、なんかかわいそうだなっていう、なんか漠然とした思いが本当ちょっと確かなものになるんですけれども、一人一人それぞれできることっていろいろね違いますけれども、うんうん、私のように、上映会やりたいっていう方もいらっしゃるかもしれないし、署名活動今までなんかなんとなくスルーして歩いてたけど、今度はぜひ絶対署名するぞっていう方もいると思いますし、ブルーリボンをね日頃からこう身につけてるんですね、はい、今日もね、うん、ママさんもつけてくださってますけれども、ブルーリボンを身につけて、もしそのリボン何としたのって言われる時たまにあるんですよ。私もどういう意味があるんですかって、ピンクリボンだったら見たことあるんだけど、ブルーリボン初めて見たっていう人が結構今でもいるんですよね。でそういう時にお話をする機会がありますので、何か自分ができることで、この上映会のことも札幌にお住まいじゃない方もこの、ね、番組たくさん見てらっしゃる方いると思うんですけど、札幌市内とか近郊にお知り合いがいたら上映会やるらしいよということでお伝えいただけると本当に大変ありがたいです。入場無料となっていますので、ぜひメールかまたはショートメールでも結構です。で、わからないことがあれば
問い合わせ先を掲載していますので、そちらの方に問い合わせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 お願いします。でこの上映会の翌日28日なんですが、はいはい、帯広市のですね、第一南野店というスーパーで、スーパー第一、そこの、玄関のところで署名活動をされるということで、帯広が結構何回も署名活動してるんですよね。そのために結構大人数集まってくださって、関心が本当に高いというか、帯広もね、特定失踪者と言われる方、拉致をされた可能性があるという方がいらっしゃる。でさらに北海道はその拉致の可能性が否定できない行方不明者がもう50名いるということで、全国でとても一番多いと言われてるんですよね。この問題をそのまま、ただ本当ただかわいそうだね、どうしたんだろうねで済ませるのは本当に良くないと思うんですよ。日本が日本のままでいるためには、たくましくて本当に優しい日本人であるためには、この問題どうしても解決しなきゃいけないと思いますので、ぜひ署名活動の方にも足を運んでいただきたいと思います。また同じくその帯広でですね、はい、上映会があるんですよ。もし27日の札幌の方に来れないんだっていう方、残念だなっていう方も、そう、十勝の方、はい、ですね、あ、帯広ではないですね、ごめんなさい、幕別町、幕別町です、ね、そうです、ありがとうございます。はい、はい、幕別町のですね、すごい素敵なホールの名前、100年記念ホールっていうところがあるんですよね。すごくいいネーミングだなと思うんですが、こちらで、6月11日日曜日です、1時受付、午後1時半開演ということで、こちらなんですけれども、十勝上映会実行委員が主催ということなんですが、なるべくメールで参加のお申し込みをしてくださいということです。当日直接来てくださっても大丈夫だけれども、可能であれば事前にお知らせいただけると優先的にお席にご案内できますということで、これは27日の方も同じなのでなるべくそのまま来てもね、多分入場できるんですけど、事前に申し込みいただけると、できればよろしくお願いいたします。はい、それでですね、実は拉致被害者全員奪還ツイキャス、毎週日曜日夜9時55分からツイキャスで放送がありますけれども、こちらの方に今月5月28日に出演をさせていただくことになりました。はい、はい、私松本シェリーさんの声大好きなんですけれども、シェリーさん本当にずっと毎週休まずこの拉致被害者全員奪還ツイキャス、この番組を続けていらっしゃって、本当になんて言ったらいいんですかね、もうすごくお勉強もされてるし、毎週毎週いろんな方とお話をされて、もう本当に何とかしたい、この拉致被害者のことを風化させちゃいけないだけじゃないんですよね、もう絶対奪還するぞっていう思いで放送を続けてらっしゃるんですけれども、その番組に出させていただくということで、それはその前日のね、27日の上映会のお話をシェリーさんとさせていただけたらなというふうに思います。はい、でこんな一般人の私が、上映会をどうやってなんか行うのかとか、そういうお話ができればなというふうに思います。なるほどね。はい、誰でも、はい、その気になればできるんだよっていうことなんですよ。うんうん、私もね、実は今回すごくいろんな方に助けていただいています。うん、このチラシ1枚作るのも、これ私が作ったんじゃないんですよ。義理の弟が作ってくれたんですけど。でしょうね。はい。はい。そうね。そしてプレスリリースの方法とかね、はい、機材の接続とか、ね、はい、音響とかね、そういうのも全部本当に手伝ってあげるよっていうふうに。まあまあ、でもそれは思いがあればっていうものがありますからね。はい、うん、そういう、うん、ところでシェリーさんっていうのは本名なんですか？うん、シェリーさん本名ですよ。いやいやいや、違うと思います。そうですか。はい、ぜひ。あ、でもね、出られましたよね。ああ、出させていただいたことありますけど、ね。はい、そう、拉致被害者で全員奪還ツイキャスはいろんな問題結構網羅して、はい、学ぶことができるということでね、うん、もちろん真面目な番組なんですけれども、ただそれだけじゃない、本当にいろんな楽しいチャットの中で、得られることもあったりとか、はい、もう参加者が大勢いらっしゃいますので、うん、でぜひね、見ていただきたいんですよ。私もこの番組で拉致のことが分かったり、はい、いろんな、まあ、ロシアとウクライナのことが分かったり、はい、どうやってその朝鮮総連を追い詰めたらいいのかとか、うん、そんなことまで、これ本当昼間なんか違う番組でやったらすごい結構マニアックなことを堂々と放送していると思うんですけれども、はい、
ぜひ、お勉強にもなりますし、うん、拉致被害者救出のための本当になんか新しい知恵が湧いてくると思いますので、うん、ぜひお聞きいただきたいと思います、はい、生放送ですけれども、それを逃しても YouTube とかとニコニコ動画でも見れますね、ることが、はい、できますので、よろしくお願いいたします、うん、視聴できますんで、はい、でですね、ドドーンとこの拉致関連のお知らせ、潮風のクラウドファンディング第3弾が始まりました、はい、潮風というと北朝鮮へ向けた短波ラジオ放送です。なぜ北朝鮮へ向けてっていうところなんですが、拉致被害者の方々がなんとこの北朝鮮で放送を楽しみにされている方がいるということでね、で中には潮風またクラファンやるんだって思う人もいると思うんですよね。で実際私も今年も始まったんだなって思ったんですけど、この放送を楽しみにしている同胞が北朝鮮にまだいるんだなっていうことが分かったら、もう本当支援せずにはいられないんですよ、まあ、で もちろんそれに向けてね、はい、もう放送してますからね、はい、そういう方々に対しては、ね、そうなんです、でやめたら終わっちゃうから、そうなんです、うん、やめたら終わりだし、で北朝鮮が妨害電波をこの潮風に向けてどんどん発してるっていうことは、うん、都合が悪いんですよ北朝鮮的には。で私ね、思ったのが、本当に政府がいやなんか支援するべきなんじゃないのと思ったんですよね。その資金が足りない、だって運営するのに毎月そんな何百万もかかるようなことを、はい、もう本当に政府が やったらいいのにって思うんですけど、そのクラファンをね、私支援した時に、まあ、コメントが載せられるので、うん、そこでそういうことをちょっとつぶやいたら、はい、この潮風のね、特定失踪者問題調査会 の村尾達さんが、うん、でもその政府が分かっててやらないっていうことであれば、うん、もうやれる人が動くしかないですよね、うんうん、もう力を合わせて一緒に頑張りましょうっていう返信をくださったんですよね。まあ政府の人みんなパッチしてるのにねですよねそうなんですよ、うん、この問題もね本当にもうでもにこの私たち一人一人国民が動いてもう何とかしなきゃっていうことをやっぱり声を上げ続けるっていうことで、うん、政府のこの後押しというかお尻を叩くことになるのであれば、もうどんどんやったらいいと思うので、うん、はい、ぜひぜひぜひご協力いただきたいと思います、6月30日までクラウドファンディングで支援ができるということで、今回私は男気女気コースでね、支援だけで別にリターンはいりませんっていうそんなコースもあるんですが、はいはい、やっぱりブルーリボンバッジがね、うん、リターン の返礼になっていたりとかいうのがあって、でこの今日つけてるクリップタイプのブルーリボンなんですけど、ほうほう、これね調査会で注文すると1000円なんですよね、うん、でもブルーリボンクラウドファンディングで注文するとちょっとお得に、はい、っていうことで手に入るということもありますので、うん、どんどんクラファンで応援して、さらにブルーリボンをリターンでいただいて、これを身につけてまたさらにこの運動活動に つなげていってほしいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はいはい、ということで拉致関連は以上なんですが、はい、なんとですね6月、うん、4日に小野寺さんがね、うん、岡山の護国神社で講演会をされるということで、はい、おやね、うん、すごいですね。その案内をさせていただきます、タイトルがですね、ちょっと僕崩れそうになってしまうんですけど、中国による侵略で北海道と日本は滅ぶという、もう本当涙が出てきそうな、うん、タイトルなんですが、大事です。本当にきっと普段聞けないお話が聞けると思います、6月4日日曜日、会場が夕方6時、まあ、夜の6時ですね、はい、そして開演が18時半というふうになっております。岡山県護国神社の伊佐尾会館というところで行われます、うん、なんとですね、桃太郎のコスプレで現れる。あ猿でしょ、あれまあ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 岡山だけにね、はい、そうですね、はい、すいません、入場無料なんです、これを言いたかった、入場無料なんですよ、はい、すごい急に真面目にね、うん、まあ、真面目なお話ですよ、はい、で申し込みも不要なので、ぜひこの日空いてる、話を聞きたいという方は直接岡山県護国神社の伊佐尾会館に時間までに、行っていただきたいというふうに思います。すごいですね。お問い合わせはチャンネル桜北海道へということで、はい、行きたい岡山、ね、きびだんご食べたいみたいな。そう、はい、そうバンジー横田さんが岡山ですよね。そうですね、プロデューサーが、はい、ね、うん、出身が岡山ですよね、うんうん、なかなか熱い人が多いんですよ、うん、急に静かにならないでください。岡山なん
ね、うん、いいとこですよ。いいとこですいいとこですよね。いいす素敵な方がたくさんいるんです、はい、日本のことを大好きな人が多いなって思います。そうそうそう、私なんか千鳥とかね。あ、岡山なの。岡山です。おそうなんけそんな言い方しないしないみたいです。すいません、失礼しました、はい、ということでご案内は以上です。盛りだくさんですが、はい、ぜひ皆さん繰り返しチェックして、はい、いけそうなイベントにご参加ください。はい、はい、ということでしたけどもね、うん、はい、なんかお伝えしたいことはあるんですか。お伝えしたいってことじゃないですけども、結構ほら、陰謀論者とかいう人たちがいたり、それを陰謀論を否定する人たちもいるんですけども、はいはい、何でもかんでもそれは陰謀論だっていう人たちとかいるじゃないですか、うん、いますね、はいはい、ね、結構そういう人たちってね、うん、割とね、うん、星占いとかね、星座占いにはまる人が多いとかね待って陰謀論を否定する人に限ってってことですか。結構血液占い信じちゃってる人が多いとかですよね。まあ、結構あるんですよ、日本でそういうの話って結構で、例えば世界でもそうか、オカルティックな話ではないんだけど、うん、人が亡くなると 21g 消えるとかね、はい、え、何、どういうこと、重さが、ああ、だからそれが魂の重さじゃないかなんてね。あ、なるほど、はい、その遺体からね、そう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 、ふーっと 21g が消えるんだみたいなね。21ってすごい具体的な数字ですね、うん、だいたい20から21ぐらいってね。不思議。で、犬とかはそういうことはないってね、動物。そうなんです、うん、ですか、その瞬間になんですかね。いや、まあ少しの時間でしょうけどもね。でもそれって説明つくじゃんっていう話になっちゃうんですけども。なんで、それをね、それだけ聞いて信じちゃう人もいるんですけども、うんうんうん、まあ結構ね信じる人いるんじゃないかな。だけどあれって、例えば人間が死ぬ時って脳死っていう場合で判定されることもありますけども、うんうん、心肺停止っていう形になるじゃないですか、うんうん、はい、心臓が停止するっていうことは、うんうん、血液の循環がなくなるわけですよ、はいはい、止まるわけですよ、はい、で、肺っていうのは何してるかっていうと、血液の温度を保つためなんですよね。温度、はいはい、それで呼吸をしてるっていう部分もあるんですよね、うんうん、はいはい、でそうすると肺が止まるんで、血液 も止まるんで、血液の温度が一時的に上昇するんですよ、うん、そうすると人間に毛穴がありますんで、発汗作用があって 20g ぐらいは消えるでしょっていう話。水分が抜けていく、はい、犬消えないの。そうですよね、だって毛穴ないですからね。そうですね、死んでるのにハッハッハッとかやらないですね、はい、なるほどね、説明がついちゃうんですけどね、なんて話もありましてね。あ、そういうこと、はい、ちょっとすいません、くだらない話っていうか、いやいやいや、面白いね。他にもいろいろあるんですけども、ね、そうなんですね、人間は脳の何パーセントしか使ってないとかね、こんな話も、ね、北斗神拳はとかそういうこと。人間の脳をフルに使えばものすごい能力が使えるんじゃないかっていうけども、はい、人間の脳なんてフルに使ってるんでね、基本的にはね。あ、フルにね。使ってます、大体ね。あ、そうなんですね、うん。例えば運動するときにね、人間に筋肉もそうですけども、うん、荷物を持つときに全身運動してるわけじゃないじゃないですか。うん、はい、脳も一緒ですよ。使ってる部分は時間的に違うだけの話 で、 そうなんです、ね、全部は必要なんですよってことなんですけどもね、まあ、自分が気づいてないだけでものすごく動いてますよっていうこと、うん、それに寝てる間も使ってるし、まあ、それはそうですよ ね、 寝てる間も内臓から何から全部ですしね、はい、そうか、うん、なんで ね、 ね、いろいろ科学って大事だななんて思うことがありますけど ね、 ね、科学大事だし、そう思えば日頃使ってる気になってないその脳とかね、はい、いろんな各器官にももう日々ちょっとありがとうっていう気持ちで過ごすと、そうですね、うん、使ってますけどね、そうなんですよね、うん、はい、はいはい、あ、ちょっとね、ということで最後ちょっとそんな話になってしまいましたけどもね。はい、はい、今回の特集、そして、うん、チャンネル北海道お知らせでしたけども、はい、よかったなと思う方はもう、うん、グッドボタンのスマッシュと、あとはチャンネル登録のボタンのスマッシュしていただければと思いまして、はい、ぜひぜひ、明日も続きますんで、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。Thank you.